こんにちは、ご視聴ありがとうございます。今回は中国ドラマ常陽封印命の王妃の第21話から第30話までのあらすじです。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。中国ドラマ常陽封印命の王妃の第21話のあらすじは以下の通りです。第21話皇帝馬陽崩御。第21話は視聴者を釘付けにする壮大な展開が続きます。物語は複雑な宮廷の陰謀と愛の試練が交錯する中で主要キャラクターたちの運命が大きく揺れ動く場面を描いています。特に正気と王権の絆が深まる描写は視聴者に感動を与えると同時に彼らを取り巻く権力闘争の厳しさを浮き彫りにしています。第21話では皇帝馬陽の崩御という大きな転機が訪れます。皇帝の死によって宮廷内外の権力争いが一層激化しますが、この瞬間物語はさらに複雑さを増し視聴者に新たな緊張感をもたらします。王林は流刑地で刺客に襲われるも奇跡的に助かる展開はこれからの彼の運命に注目が集まるところです。また王権と正気の関係が新たなステージへと進む様子も見逃せません。正気が王権に対して王妃が生涯愛するただ一人の女人と宣言するシーンは真の愛と忠誠を感じさせるもので視聴者を感動させます。この婚礼シーンは正気が戦地から帰還して王権に送る償いとして書かれ、二人の関係が再び強固なものへと進化していく様子が書かれています。正気が王権を大切に思い続ける姿勢は物語の中で彼の強さと優しさが際立つ瞬間でもあり視聴者を虜にします。一方で王権自身は自分が罪人の娘であることに引け目を感じています。しかし正気はそのことを全く気にせず彼女を肩書きではなく一人の女性として愛し続ける決意を示します。このやり取りは宮廷の権力闘争に巻き込まれながらも二人の愛が揺るがないことを視聴者に強く印象づけます。正気が王権に向けたどんな困難があってもそばにいるという言葉は彼の信念と愛情の深さを物語っています。さらに物語は皇太后と謝炎女という二人の強力な女性キャラクターが各自の計画を進める場面も書かれます。特に皇太后が婚礼での正気の宣言を見抜き彼の機転を称賛するシーンは彼女の策略家としての一面が際立つ場面です。これからの展開がどうなるのか王権と正気の運命だけでなく彼らを取り巻く政治的な駆け引きにもますます目が離せません。常陽封印命の王妃第21話は愛と権力が絡み合う複雑な人間模様が描かれており歴史ドラマファンにとってたまらない内容です。今後の展開がどう進むのか宮廷内外での動きに注目しながらぜひ次のエピソードも見逃せません。中国ドラマ常陽封印命の王妃の第22話のあらすじは以下の通りです。第22話渦巻く欲望とクランからの使い。第22話では物語がますます緊迫し主要人物たちがそれぞれの立場で大きな決断を迫られる瞬間が書かれています。特にこのエピソードでは皇太后や正気王権といったキャラクターたちがそれぞれの運命に直面し誰を信じ誰を裏切るかという究極の選択が重要な要素となっています。皇后の謝炎女が皇帝の側室候補として王翦に接近するシーンから始まるこの回、皇后の冷静さと計算高さが際立ちますがその一方で皇太后の動きも見逃せません。皇太后はかつて恩宗信が誓った守って生きるという言葉を持ち出し彼に側室問題で協力を求めますが恩宗信の返答は曖昧。これは単なる宮廷の権力争いにとどまらず家族や忠誠心といった深いテーマをもはらんでいるため歴史ドラマファンには心に響く場面です。また文英でのシーンでは正気の冷静さと指導力が光ります。
粗悪な防寒服の問題が浮上し、兵士たちの不満が募る中、正気は自らの軍の余剰金を他の軍のために使う決断を下します。同じ体制の兵士である以上、どの軍であろうとも区別はないという強い信念を持つ正気。その言葉に従う孤高烈の葛藤もまた歴史ドラマの醍醐味である個人の信念と国家のための犠牲というテーマを体現しています。さらにクランからの使節団がコートに到着し、ガラン神が持ち込んだ肖像画は物語の進行に重要な伏線を張ります。王権が過去にガラン神を刺したかんざしが再び登場することで、物語は新たな展開を迎えます。正気と王権の間に漂う緊張感、そして正気の私がそばにいるという安心させる一言が二人の関係の深さを感じさせます。このエピソードでは敵味方が次第に明確になりつつも、まだまだ謎めいた展開が続いています。ガラン神が再び屋敷に現れ、正気に挑発的な言葉を投げかけるシーンは見逃せません。最も身近にいるものがお前の本当の敵だと言い残し立ち去るガラン神。この一言が意味するものは一体何なのか、視聴者の興味を一気に引き込む展開です。第22話では、政治的駆け引きと個人の感情が巧妙に絡み合い、登場人物たちの複雑な人間関係がより一層鮮明に描かれます。次の展開がどうなるのか、歴史ドラマファンにとってこの先の物語がますます楽しみです。中国ドラマ常陽封命の王妃の第23話のあらすじは以下の通りです。第23花総会員、封印した心と求婚。第23話は緊迫感あふれる展開が続き、見るものを深く引き込んでいきます。この回のハイライトは、総会員の封印された感情が解き放たれ、玉州に対する求婚へとつながる瞬間です。歴史ドラマファンにとってこうした人間関係の緻密な描写は心揺さぶるポイントでしょう。懐恩は長い間玉州への思いを隠し続けてきましたが、その苦悩がついに表面化します。彼の心の葛藤と王権への忠誠心との間で揺れる姿は視聴者の感情に深く訴えかけます。このエピソードでは歴史的背景が絡み合う複雑な人物関係も見どころです。特に注目すべきは皇帝馬氏龍を取り巻く陰謀です。都に集う士族の女性たちが単なる歓迎のために集められたわけではなく、その裏にはより深い策略が隠されています。ガラン神の意図や背後で暗躍する勢力の動向に目を離せません。彼の冷酷さや正気への暗殺計画など政治的な駆け引きが見事に書かれています。こうした要素は歴史ドラマを愛するファンにとって物語の奥深さを感じさせる魅力の一つです。また王翦というキャラクターの登場も重要です。彼女の身勝手な行動が玉州や周囲の人々にどのような影響を与えるのか、今後の展開が気になります。今回彼女が皇后からもらった腕輪を壊してしまい、その罪を玉州に押し付けたシーンは視聴者の心をざわつかせました。この一連の出来事は単なる小さな事件のように見えますが、今後の物語に大きな波紋を広げていくことでしょう。王権が彼女をたしなめるシーンでは彼の冷静さと正義感が際立ち、物語にさらなる深みを与えています。さらに懐恩の求婚シーンは長らく待ち望んでいた展開です。彼が玉州を抱きかかえる姿は感情が爆発する瞬間であり、彼の決意が感じられる場面です。歴史ドラマ特有のロマンスと政治的な駆け引きが絡み合う瞬間はファンにとって非常に感動的になるでしょう。そしてこのエピソードでは政治的な動きも見逃せません。馬氏龍河社主政の一味を捕らえるよう命じるシーンや王権が父親の死の報告を受けるシーンは今後の展開に大きく影響を与えるでしょう。権力闘争の中での人間ドラマがどのように展開していくのか、ますます目が離せなくなってきました。常陽封命の王妃は単なる歴史ドラマにとどまらず、人物の感情や政治的な駆け引きを巧みに描いた作品です。
第23話では懐音と玉州のロマンスだけでなく政局の緊迫感がさらに高まり、今後の物語の展開に大きな期待が寄せられます。歴史ドラマファンならこの緻密な世界観と深い人間関係に引き込まれ、続きが待ち遠しくなることでしょう。中国ドラマ常陽封印命の王妃の第24話のあらすじは以下の通りです。第24話敵の敵は名優公主選び。第24話は歴史ドラマファンにとって見逃せない回となっています。この回では政治的駆け引きと陰謀、さらには複雑な人間関係が交錯し、物語の緊迫感が一層高まっています。まず正気が軍備を横領した社主制を追求し、朝廷の腐敗を暴こうとするシーンは見応えがあります。彼が軍糧米を持ち込み、もみ殻だらけの不正を大臣たちに突きつけるシーンは歴史ドラマの醍醐味である権力闘争を象徴しています。正気が正義を貫き、皇帝に対して毅然とした態度を崩さない姿は、視聴者を引き込み彼の信念に共感せずにはいられません。しかし英公の介入によって処罰の厳しさが緩められようとする場面は、政治の妥協と現実を痛感させられる瞬間です。こうした細かい政治的駆け引きは歴史ドラマならではの緊張感を生み出しており、視聴者をハラハラさせます。一方で皇后の社援助とクランの王子ガランシンの密会シーンも見逃せません。援助が正気を排除するためにガランシンに協力を持ちかけ、敵の敵は盟友だと共謀する場面は物語の陰謀劇を一層深めています。この二人がどのように正気を追い詰めていくのか、今後の展開が非常に気になるところです。ガランシンが機が熟すまで正気を辺境に移すなと釘を刺すことで、彼の冷静な計算高さと戦略眼が垣間見え、物語全体にさらなる緊張感を加えています。さらにガランシンがクランに嫁ぐ皇嗣として王戦を名指しで臨むシーンも感動的かつ驚きに満ちています。この突然の展開により王戦とその母小夫人が泣き崩れる様子は、家族の運命が一瞬で変わる厳しい現実を描いています。ガランシンが王戦を迎えればクラン軍を百里どけ、今後は戦を起こさないと約束する一方で、この婚姻が果たして平和をもたらすのか、それともさらなる波乱を引き起こすのか、視聴者の興味は尽きません。ジョジョ館の献身もこのエピソードの感情的な軸となっています。彼女が王権を守るために命を懸けて正気の真意を探る姿には心を打たれます。彼女が放棄と密会し、正気が長年王権に避妊薬を飲ませていたことを打ち明ける場面は、正気の行動に対する疑念が深まる瞬間です。この事実が今後どのように物語に影響を与えるのか、ますます目が離せません。この第24話は陰謀と政治的駆け引きが絡み合い、登場人物たちの運命が大きく揺れ動く回です。登場人物たちの複雑な思惑とそれぞれの立場が絡み合うことで物語の深みが増しています。歴史ドラマファンにとって権力闘争や陰謀劇の見どころが満載のこのエピソードは絶対に見逃せないものとなっています。次回の展開が非常に楽しみです。中国ドラマ常陽封印命の王妃の第25話のあらすじは以下の通りです。第25話王戦の策略、王権がガランシンと密会。第25話は策略と陰謀が交錯する緊迫感あふれる展開が続き、歴史ドラマファンにとって見逃せない回です。この物語の魅力はただの権力争いだけでなく、登場人物一人一人の複雑な感情や過去の因縁が織り交ぜられている点にあります。特に今回の話で王戦の運命をめぐる駆け引きが中心となっており、その背後に潜む家族の悲劇や政治的駆け引きが書かれます。まず王戦をめぐる事件は彼女の母節夫人、節夫人の泣き落としから始まります。夫と長男を失った母親の哀れな姿が描かれる一方で、かつて自分も政略結婚の犠牲になった王権が彼女の頼みに応じる場面は感慨深いものです。
王権の内面的な葛藤がここに現れており、彼女が単なる権力者ではなく一人の人間として描かれることで、視聴者はより感情移入できるのです。彼が皇帝バシリューに直接交渉に出向くものの、その目的を果たせなかった時の無力感もまた王権の人間味を感じさせます。一方、皇后シャエンジョや皇太后との対立はまさに宮廷ドラマの醍醐味です。皇后が王戦を皇帝の側室にしようとする皇太后の計画を阻止する場面は彼女の知略の鋭さを見せつけます。さらに皇太后がマダ王戦を政治の駒として使おうと諦めていない様子は、歴史ドラマならではの冷徹さを強調しています。この冷酷な世界で誰が勝利を収めるのか、誰が次に犠牲になるのか、視聴者を最後まで引き込む要素が詰まっています。この第25話ではもう一つの重要な軸として、正気と皇帝バシリューの絆が深まるシーンも書かれています。正気が皇帝から軍備横領の調査を打ち切るよう命じられる場面では、彼が皇帝に対する忠誠心と同時に苦悩も見せます。軍備縮小を提案する恩宗信に対して、正気が責任が取れる者がいるなら軍の指揮と与正王の爵位も譲ると迫る姿には、ただの忠臣ではない国を憂う武将としての一面が光ります。また宗家院や孤高烈雇用兄弟との食事シーンでは、普段の冷静さを少し崩し酒を飲む正気の姿が描かれます。こうした人間味あふれる場面があることで、彼の強さだけでなく弱さも垣間見ることができ、視聴者に強い印象を与えます。このように第25話では登場人物たちの策略が複雑に絡み合い、物語はますます目が離せなくなります。特に王戦をめぐる駆け引きが今後どのような展開を迎えるのか、そして正気とバシリューの関係がどのように変化していくのか、期待が膨らむところです。歴史ドラマファンとしてはこの緻密なストーリー展開に感嘆せざるを得ません。中国ドラマ常陽封命の王妃の第26話のあらすじは以下の通りです。第26話、秘密の同盟、王宿と宗家院に新たな任務。第26話では王戦のためにクランの王子ガランシンとの接触が書かれ、ストーリーに緊張感が増してきています。歴史ドラマファンとしてこの作品の持つ魅力を深く掘り下げてみたいと思います。物語は王戦のためにガランシンと会おうとする王権の心情から始まりますが、彼と同行する側近時の恐れが強調されることで彼らの立場の危うさが際立っています。この緊張感は単なる恋愛の要素にとどまらず、政治的な陰謀や権力闘争を含んだ複雑な人間関係を反映しています。王権が直面する選択は単なる個人の問題ではなく、国全体の運命を左右する重要な局面であることを示しています。この回では皇太后の影響力が改めて書かれ、彼女が王宿と宗家院に江南の水害対策を命じる様子が書かれています。皇太后の陰謀と計略が絡み合い、王権や王戦を中心に展開するドラマの中で、彼女の存在はまさに暗黒の女王のようです。このようなキャラクターが物語に深みを与え、見る者を引き込む力を持っています。王戦と節夫人が食事の席で正気と王権の仲睦まじい様子を見て焦る場面も印象的です。このような人間関係の葛藤が見る者の心に響く要素となり、彼らの心情が切々と伝わってきます。また孤高烈と孤陽の兄弟が正気のもとにやってくるシーンでは、王族の権力と民の苦悩が交差する様子が書かれ、歴史的な背景を感じさせます。特に注目すべきは王宿が江南に赴く際の治水策の計画書の存在です。この計画書は王林に子供のお遊びだと否定されていた過去を持ちながらも、王権が信じて修復し保管していたもので、王宿の才能を生かすための鍵となります。この点において王権のキャラクターが持つ複雑さと深さが際立ち、視聴者に強い感情移入を促します。一方、ガランシンがアンペイオー言葉シタンに同盟を持ちかけるシーンも見逃せません。
阿弥陀王が正気の命と天下を取ることを条件に同盟を受け入れる様子は、まさに策略の駆け引きです。これにより、物語はさらなる展開を迎え、見る者の興味を引き続けます。最後に、皇后の謝延女が不安から悪夢に悩まされる姿も書かれています。彼女の内面的な葛藤は、物語の緊張感を一層高め、視聴者にとって忘れられない印象を残します。このように各キャラクターが抱える葛藤が物語を深め、ドラマ全体の質を向上させているのです。常陽封印命の王妃は歴史ドラマのファンにとって見逃せない作品です。個々のキャラクターの複雑な関係性や陰謀、権力闘争が絡み合う中で、物語はますます引き込まれるものとなっています。次回の展開が待ち遠しくなること必至です。中国ドラマ常陽封印命の王妃の第27話のあらすじは以下の通りです。第27話、初めての夫婦喧嘩と王戦の誘惑。第27話は物語の緊張感が一気に高まる瞬間を迎えます。タイトルが示すように、初めての夫婦喧嘩と王戦の誘惑が展開され、登場人物たちの感情が交錯するシーンは歴史ドラマファンにはたまらない魅力を持っています。王権が伽藍信と密会しようとしていることを知った正気の憤慨から物語は始まります。正気は王権の行動が危険な男と関わることを懸念し、強く反発しますが、王権は万氏一族としての責任を果たすために会う必要があると譲りません。このやり取りは彼らの愛情の深さと同時に家族や立場による葛藤を表現しています。ここでの王権の決意は彼の成長を示すものであり、視聴者は彼の内面的な葛藤に引き込まれます。一方で節夫人の策略も見逃せません。彼女は王戦に正気を待ち伏せさせることで王権との関係を破壊しようとします。この陰謀は歴史ドラマに欠かせない裏切りや策略の要素が満載で、見る者を興奮させます。特に節夫人が計画を立てる姿勢には、彼女の冷徹さとしたたかさが現れています。次の日、王権が兄の皇嘉王こと王淑に会い、治水策の計画書を渡すシーンも印象的です。王淑のプレッシャーを感じる表情に対し、王権はきっと成功すると信じていると励まします。この兄弟の絆はドラマにおける大きなテーマであり、彼らの関係性が物語に深みを与えています。また王権が江夏王の期待に応えようとする姿は、視聴者に彼の成長を感じさせます。しかし伽藍信の執拗なアプローチが物語に新たな波乱をもたらします。王権が彼女との会話の中で彼女が正気の過去を知っていることに気づくと、その言葉は緊張感を高めます。伽藍信が王権に向ける気持ちを口にする一方で、王権はその言葉を慎むように告げます。この緊張したやり取りは、キャラクター間の心理戦が展開されており、歴史ドラマ特有の緊張感を引き立てます。一方で、王戦は王権の不在を狙い、正気を誘惑しようとします。節夫人が仕掛けた騒ぎの中で、王戦は謝延女から受け取った媚薬を酒に混ぜて正気を誘惑します。このシーンは禁断の愛や背徳感が漂い、歴史ドラマの魅力を存分に引き出しています。正気が王権を心配するあまり、媚薬入りの酒を飲んでしまう場面では、運命の無常さが感じられます。最後に王権が王戦からの衝撃の告白を聞いた際の表情は、彼の心の内に秘めた思いが爆発する瞬間です。この告白によって王権は自身の愛と責任を再考せざるを得なくなります。彼が選ぶ道は何なのか、次回への期待感を抱かせます。第27話はキャラクター同士の感情のぶつかり合いや愛と責任の葛藤が書かれ、歴史ドラマファンには特に見逃せないエピソードです。これまでのストーリーをしっかりと踏まえた上での展開が、視聴者をさらなる感情の渦へと引き込むのです。次回の展開が待ち遠しいですね。中国ドラマ常陽封印命の王妃の第28話のあらすじは以下の通りです。
第28話、連城を隠して妻をめとった総会員と動き出したバシタン。第28話は物語がますます緊迫感を増していく重要な回です。このエピソードでは主人公王権、彼の妻正気、そして王権の兄王宿の関係がますます複雑化しています。彼らの運命を大きく左右する出来事が次々と展開され、視聴者の心を掴んで離さないこと受け合いです。まず正気が避妊薬を飲ませられていた事実が明らかになるシーンからこのエピソードは始まります。王宿が激怒し正気に殴りかかる場面は兄弟の絆と対立を象徴しています。王権が急いで書斎に駆けつけ、正気の怪我を見て驚愕する姿は愛情と誤解が交錯する瞬間を見事に描写しています。正気が避妊薬を飲ませた理由を告白するシーンでは彼女の痛ましい決断が浮き彫りにされ、見る者の胸を締め付けます。王権の反応からは彼の深い愛情が感じられ、二人の関係の修復の兆しも見えます。このエピソードの中でも特に感情を揺さぶるのは、王権が私の子を産むのはお前ただ一人だと宣言する場面です。このセリフには二人の絆の強さが現れており、視聴者は彼らの運命に対する期待感が高まります。また新体美が正気の体調を診断し、彼女が媚薬を多量に飲まされていたことを報告するシーンは物語の陰謀や危険が迫っていることを示唆しており、緊迫感を一層引き立てます。次に王権が雪婦人と千の部屋で言った激しい対決は、王権の強い意志と過去の裏切りを象徴しています。千の嘘を暴き、ガランシンからの手紙を燃やすシーンは彼の怒りと決意が伝わってきます。この瞬間は彼がどれほど大切に思う存在を守りたいかを物語っています。その後の正気とのやり取りでは、正気が王権ニオーリンの死を伝える場面が非常に印象的です。王権の心の弱まりが書かれ、彼の過去のトラウマが明らかになることで彼のキャラクターに深みが加わります。このエピソードは王権の心の強さと脆さの二面性を強調しており、視聴者を引き込む要素となっています。また物語の中でソキンジがアビラ王バシタンと接触する場面も見逃せません。皇帝領での対話は政治的な駆け引きや陰謀が交錯する中、彼女が王権を裏切る覚悟を決める瞬間が書かれています。このようなキャラクターの内面的葛藤は視聴者に深い印象を残します。最後に正気が王権に小消化という薬を飲ませるシーンでは、彼女の愛情と献身が感じられます。王権の苦しみを理解し、彼女が抱える罪の意識を告白する場面は物語に感情の層を加え、見る者を引き込む力があります。第28話はキャラクターの複雑な感情や運命が絡み合う中で、歴史ドラマファンにとっては見逃せないエピソードとなっています。このドラマは単なる愛と裏切りの物語にとどまらず、深い人間関係や運命の絡み合いを書いており、その魅力は尽きることがありません。これからの展開にも期待が高まります。中国ドラマ常用封命の王妃の第29話のあらすじは以下の通りです。第29話、巫女の誕生と戦争。第29話は視聴者に多くの感動と思索をもたらす重要なエピソードです。この回では総会員と玉水の新婚生活から始まり、治水作業に携わる王宿の奮闘、そして皇后社援助の出産という数々のドラマが展開されます。歴史ファンとしてこの物語の深いメッセージとキャラクターの成長に胸が熱くなります。まず総会員が玉水と結婚した直後、江南に向かうシーンでは新たな生活への期待感が現れています。しかし彼らが直面する治水の問題はただの人間ドラマではなく、当時の社会が抱える現実を映し出しています。悪天候や疫病の影響で作業が難航する中、王宿が避難民を工事に参加させるという斬新なアイデアを考案する場面は、困難な状況を乗り越えようとする人々の知恵と団結を象徴しています。このような工夫は現代においても参考になる教訓であり、
まさに歴史ドラマならではの深みを感じさせます。同時に宮殿内で進行中のドラマも見逃せません。皇后の陣痛が始まり、バシリューが必死に皇后とこの命を救おうとする姿は、権力者としての責任感と人間味を両立させた彼のキャラクターを強調しています。子供が無事に誕生したことに喜ぶシリューの姿は、皇帝としての義務と父親としての喜びが融合した瞬間であり、見る者に深い感動を与えます。一方で皇太后は不満を抱えつつも、初孫の誕生に複雑な表情を見せることで、家族内の複雑な人間関係を浮き彫りにしています。特に興味深いのは、死を装い生き延びていた王林が息子の王淑に会うために疫病蔓延する江南に向かう姿です。彼の行動は親子の絆を強調し、王朝の内情を引き立てています。このような背景があるからこそ、王淑が治水対策を進める中での彼の奮闘がより一層ドラマチックに感じられます。また王淑と総会員が治水作業を話し合っている場面に小細美小細美が現れるシーンも印象的です。彼女が祖父の墓の修繕に来たことを告げ、江南の士族たちに協力を仰ぐ姿は、地域社会の協力と歴史的背景が相まって一層深い感慨を引き起こします。時代背景を考慮すると、このような場面は歴史を学ぶ者にとって非常に価値のある要素です。そして王子が誕生した後の宴は一見華やかな場面ですが、実はその裏には多くの不安が潜んでいます。馬政という名の王子が泣き止まず、援助が苛立つ様子は皇族という立場の重圧を如実に表現しています。このあたりの心理描写は非常に人間味があふれており、見る者の心に深く刺さります。最終的にロシュンの報告によって正気の忠義心が皇太后の策謀に利用されるという展開は、物語の緊張感を高め、次回への期待を募らせます。歴史ドラマの醍醐味は登場人物たちの運命が複雑に絡み合うところにあります。このエピソードを通して歴史の中での人々の選択がどのように運命を左右するかを考えさせられる深い内容に仕上がっています。今後の展開にも期待が高まる中、キャラクターたちの成長や葛藤を見守りたいと思います。常陽風雲命の王妃は歴史の奥深さを感じさせるとともに、現代の我々にも多くの教訓をもたらす作品であると確信しています。中国ドラマ常陽風雲命の王妃の第30話のあらすじは以下の通りです。第30話正気に隠し子、狩り場での陰謀。第30話には驚きと興奮が詰まっています。物語はますます深みを増し、登場人物たちの人間関係や陰謀が絡み合う中で視聴者を引き込んでいきます。まず皇都を守る孤高列は、和睦通りにクランへの攻撃がないとの報告を受けますが、正気は警戒を怠らずに彼らを監視するよう指示します。このように彼の忠義心と策略が物語の核になっています。孤高列がもう少し朝廷が落ち着いたら帰ろうと語る姿には彼の葛藤や理想が現れており、視聴者は彼の心情に共感せずにはいられません。一方放棄は正気がある屋敷に女性を頻繁に訪ね、女の子を抱き上げる姿を目撃し、叙々官に報告します。この場面から正気の秘密が明らかになり、物語がさらに緊迫感を増します。特に王権の屋敷に訪れた玉水が総会員の子を妊娠していることが明らかになると、緊張感がさらに高まります。また皇后の社援助が仕組んだ占いの影響で、皇帝バシリューが正気を警戒するようになる様子は、権力と信頼の脆さを象徴しています。皇太后の策略が正気の忠義心を利用して暗殺計画を企てる展開には、ドラマのスリリングな要素が存分に表現されています。このような巧妙な陰謀は歴史ドラマの魅力の一つです。また江南の王淑に届いた一文字の手紙は物語の重要な伏線となります。このように一見単純な場面が後々のストーリー展開に大きく影響を与えることは、
歴史ドラマならではの緻密さを感じさせます。正気は朝廷での政務を辞任して寧作に帰りたいと申し出ますが、子龍は疑念を抱きます。このように登場人物たちの行動や意図が複雑に絡み合い、ストーリーが進行する様子は見逃せない要素です。また王権が子供を持ちたいと願う姿は彼の切実な思いを伝えます。太いの助言を受け、子供を持つために命を懸ける決意を見せるシーンは視聴者の心に深く刻まれるでしょう。このような人間ドラマの部分が歴史ドラマの厚みを増す要素です。一方、皇后の不安感が増し、王権の宮殿入りを足止めするよう指示する場面も権力争いの厳しさを物語っています。王権の孤独感は彼の心情を深く描写し、視聴者に感情移入を促します。宴の後、王権と謝援女の会話は彼らの関係の変化を象徴しています。お互いの立場が逆転し、心の距離が縮まる瞬間は非常にドラマチックです。特に姓の泣き声に王権が反応するシーンは彼の内面の成長を示しており、感動的です。このように常用封印命の王妃第30話は、登場人物たちの複雑な人間関係と陰謀が交錯する中で心を揺さぶる展開が続きます。歴史ドラマファンにはたまらない瞬間が詰まったこのエピソードは、今後の展開にも期待が高まります。次回が待ちきれない、そんな思いを抱かせる素晴らしい回でした。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルは国内や海外のドラマや映画などについて紹介する動画をアップする予定です。もし面白かったらチャンネル登録・高評価よろしくお願いいたします。